課長四条は、一条金吉による、源氏物語の注釈書である。一条金吉は、源氏和秘書、源氏物語の内不信上条,条、区伝書、源氏物語年率など、源氏物語について多くの著作を持っているが、その中でも本書は一条金吉にとっての、源氏物語についての最も体系的な著作である。なお、一条金吉は後に、 本書の秘伝書として、源のご秘訣を表している。本書は1472年の金吉が71歳の時の成立とされる。金吉は1467年の応仁の乱の勃発して間もなく一条室町にあった邸宅と、その書庫、東家房文庫が消失したため、奈良幸福寺大上院で門籍を務めていた息子の仁孫を頼って奈良に赴き、 王人の乱が収まるまでの本書執筆の前後約10年間、奈良に居住していた。本書や本書と並んで金吉の代表的な著作と、される、日本書紀の注釈書である、日本書紀三書はいずれもこの公職についていない、官居時代の著作である。なお、本書は1472年の成立後も何度か、過失訂正が行われていたため現存の写本には1472年の、 成立後間もない時点で金吉の手元にあった本を写した写本を元にした初行本系統1476年時点で金吉の手元にあった本を写した写本を元にした最高本系統1478年時点で御土御角天皇に献上された写本を元にした献上本系統等が存在する。なお、その他に葬儀によって作られた 課長余剰消失と題された本書の消失本についても本文が本書の消失文のみで構成されており、葬儀自身の説は一切加えられていないため、小本系統ないし、小失本系統と呼び、課長余剰の本文の一系統とすることもある。源氏物語の注釈史の中で、平安時代末から江戸時代末までの古注釈の時代を三分するときは、 源氏物語の注釈の始まりとされる、源氏釈から、川会省までのものを、古中、古月省以後江戸時代末までのものを、新中と呼ぶのに対して、この、課長余剰から、古月省までのものを、宮中と呼んでいる。本書は、後世川会省と、並び、源氏物語の注釈書の総癖とされたが、本書の執筆は、川会省の書者と、 並行して行われており、また、本書の序文においては、川解消の足りない部分、誤っている部分を正しくするため表したと述べているなど、川解消を常に意識して書かれたとされている。また、本書が今川のりの、源氏物語定王本文をそのまま引き写した部分があることについて批判が存在するが、本書は金吉が、戦学の説を広く継承。 修正した上で、先行する、現氏物語提用の本文を摂取しながら、今案を示したもので、中世の学者において、広く見られる手法であるとする指摘もある。文章の解釈に力を注いでおり、単に国のみを取り上げるのではなく長く、文を引用して説明していることと、著者自身が、左大臣関白を禁ていたため夕食後実に、関して詳しく正確であることが挙げられる。 祖父二条義元から二条への秘説を受け継いでいるという側面も持つ。また、源氏物語によった仮作が盛んであった時代を反映して仮作の参考となるような記述も多く見られる。またそれまでの源氏物語の注釈書が限られたごく少数の読者だけを想定していたのに対して本書は最初から広く留付されることを想定して表されたと考えられる。 源氏物語の成立した事情については、当時有力であったと思われる、源氏物語の起こりにあるような第三院、執筆依頼説、石山寺執筆説や須磨の巻き筆説によらず、現在は三逸した宇治大納言物語の記述に基づくとして、前半を半表が書き、残りをこの半個が書き上げたという中国の感情の故事を引いて、藤原溜時が書いたものを、 娘の紫式部が引き継いで完成したと述べている。ただし池田機関は、このような伝承も、現氏物語の起こりなどと同様に事実に基づくものではないとしている。また、宇治十条について、紫式部の作ではなくその娘である第二三位の作であるとする説を記録している。数多くの文献を引用しておりその中には現在は、散逸してしまったものも多い。 そのような散逸してしまった文献の存在や内容を探る上でも注目されている。源氏物語を我が国の司法は、源氏の物語の過ぎたるは、なしと称賛した上で、川解消の足りない部分、誤っている部分を正しくするため表したと本書の成立した由来を説明した序文及び源氏物語の成立した経緯を説明した作為を冒頭に置き、その後各巻ごとに、 冒頭で、牧名の由来と年率について述べており、その後問題となる本文を消失し、注釈を加えている。この、年率は、かつて、金吉自身が取りまとめた、源氏物語年率を元にしているが、さらなる考察を加えて改めている部分も存在する。本書の、源氏物語の関数の数え方については、といった、白蔵氏以来の古い時代の注釈書に、 一般的に見られる数え方とと、新しい注釈書に多く見られる数え方の中間的な性格を持っている。主要な写本として以下のようなものが存在する。ありがとうございます。